Switch のアプリをダウンロードしたところ。いいぞいいぞ。ユーザー名。私はね、みりんちゃんのみりんちを見るためにアカウントは持ってるんですけど、アイコンか、でもアイコンすでに緑だよ。うん、本当だ。アイコンどうやったら変えれるんだ。なんかパスワード脆弱って言われた。映画な。なくても映画。ひどい。で、で。みんなはツイッチ慣れてるの？って聞いてもまだコメントが見れないんだった。で、フレンドリクエストは承認できないんですけど。私はロボットではありません。すべてパスを選択。すべて表示。シャア。どうやってアイコン変えんだ。分からん。お、タヌキラジオやってる。お、あ、チャット見れたよ。お。次へ。始まってた。これ以降、Twitch で拾う感じですか？うわ、山田スタンプだ。山田のスタンプ。モグラで登録しといてよかった。画質がめっちゃいいだって。え、そういうのあるの？ほら、ケイ君のスタンプか。え、スタンプ作れる？うん。こは。Twitch のコメント読むのかな？だって。あ、みりんちゃんのスタンプもある。おお。なんか3つ選ばないと先に進めない。めんどくさいよ。全然興味のないこの見て知りもしない知りもしないスキップ。フレンドはできないよ。モグラは？モグラってやったら出てくる。モグラを探してなかったタヌピオで出てくる。タヌピオで出てくる。これハートでフォロー。ハートでフォロー。アカウント変えないんだけど、アカウントの顔変えたいんだけど、どうしたらいい？スイッチの上にいる顔ってなんか僕らの顔のアイコンに近い感じがして仲良さそうで。実は、あとで言う。タヌピオ。待ってね。待ってよ。スーさん髪伸びた？伸びた。そろそろ切らないといけない。なんかさ、122人。確かさ、これスタンプってなんか作るのずいんだよね。レベルが上がれば作れる、ね、なんかイケてる人ってしか作れないんだよね。確か課金ができるようなユーザーにならないと。そうだよね。ちょっとミリッチでおなじみの忍者さんに頼んで作れないかね。それは公式なの。公式になっちゃうのか。こうか。これでコメントが、ああ、音出ちゃう。モニターにボゾくんが映ってる。本当だ、ボゾくん映ってる。初めての出演。お、スーちゃんだ。なるほど。画質、高画質最高。やってくれ、高画質は。画像はモザイクにしてくれ。そっか、私公式だから剣がついてるんだ。剣？私、アカウントの横に剣が。へぇ。配信者がユーザーを選んでマークつけられます。ほいほい。課金案件、課金をしたい。課金できるの？そう。課金はでも大丈夫、非公式の番組だから。公式でもないか。このリロー様の王冠は何？王冠マークは、ね、最近ツイッチがアマゾンプライムに対応して、アマゾンを買収したので、アマゾンプライム会員をアマゾンプライム会員？私アマゾンプライム会員だよ。これ、ね、うん、ね、そうよ。私ってアマゾンプライムだよ。そうだってプライムビデオ見たわ。笑ってる、笑われてる。よいタヌピオツイッチ行こうか。これで間に広告が入ることもなく
そうそう、うむ、リンクできます。でも剣ついてるからな、剣と王冠はダブルでつけれないもんね。そうか、その前に配信、そうね。え、声低い、また嘘、声低くないようにやっとるのに。ってことはマイクがおかしいんじゃなくて、今日も声低いですか。もう声低かったら最終的にさ、声低い人間としてやってさ、会った時実は可愛いかでよくない。内容そもそも低いのにはし普通に聞こえるって。先週よりマシだって。マシってどういうことだよ。声低く感じないよ。大丈夫かな。声低いね。低い人もいいの疲れ気味なのでは。そういうあれ、そういうあれかい。そんなぐっくない。うん、じゃあそろそろやりますか。やろうやろう。吉川素直と夢めねむのタヌピオラジオスイッチ。この番組は我々の、あ、そうだね、非公式の、はい、趣味の番組です。趣味の番組なので、ここで発言したことをインターネットで言いふらしたりは一切しないでください、うん、理由はひどい内容でバレてしまうと中止になるからです。よろしくお願いします。危ないからね。危ないです。現役アイドルとしてやっていきたいと思っているので、よろしくお願いします。先週の話題なんかなかなか熱かったですからね。もうね、うん、最高に楽しかった ということでですね、はいはい、初めて見てる人とかいるのかな。配信がインターネットなのに、配信がインターネットなのに確かに配信はインターネットなんだけど、配信はインターネットなのよ。でもなんか気持ちはね、心に秘めてほしいわけ。そう、話題は先週なんてひどいもんだったアーカイブ残るんじゃないのかな。か先週の残ってないからいいのよ。そうなのよ、よかったの、残らなくて。本当よかったよ。フリップ機能で保存したり絶対にしないようにします。あ、なんだその機能は。へぇ、ダイジェストみたいな作れたりするんですか。あ、ダイジェストすると残せるってなんかね、分かり手の皆さん言ってたね。ダイジェストにしなきゃいけないの、逆に大変じゃない。よう分からん。編集ってことじゃなくて、じゃないとまあまあ残せないで。確かそうだ。みんなメガネ好きなの。言ってる。ちょいちょい見かけた。今日のスーさん、清純派です。写真だけなら清純見えると言われます。写真だけならこの放送がねこの放送が一番問題なんだね。しょうがないよね。ただメガネ最高です。わーい。他で言うなというのはラジオでやってる有名人の人は割と言うよね。あー、確かに結構芸能人の皆さんも、うんうん、やっぱりラジオだとはっちゃけているイメージ。でもさ、テレビ見てますよりラジオ聞いてますが嬉しい人たちいるって言うよね。ラジオ面白いしね、うん、深夜のノリがいいよね。確かにいいよね。 いつもなら悩みの相談を聞くんですけど、うん、このところ聞けてないので。これツイッチのチャットを見て一生話が進まないのではじゃあみんなやめろ。おい、視聴者数が目に見えるぞ。346人そんなに見てんの。やめてやめてまずいな。ツイッターのコメントに比べてタイムラグがほぼゼロなのが快適。確かにすぐ出てくるね、うん。これからはツイッターのタヌピオじゃなくて個人メインでコメントするといいですか。うん、そうね、それがいいね。なぜかというとやっぱもうバレたくないからさ、徹底的に確かにね、もうツイッターにもあられなくなれば、うん、そう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 、そうね、そうそうなんですよ。いや、どうでしたか今週は。もうね、毎日リハをやっていて、もう膝を鍛えたりしてます。膝大事だからね。
減っていくからね。そう、屈伸のやり方を、そうそう、見極めたり。で、今日は屈伸やりながら高順を飲むべきではと思いました。やっぱ高順なのかな。高順なんだっけ、星ねねねねねねねってなんだっけ。あ、今書いただけ。なんかの動作かと思う。書いただけ。何をしたっけ、なんだっけ。高順ではなく、なんとかの恵み。違う、それじゃない。なんだっけ、命の、あれ母、それだ。命の母は更年期障害だよ。え、でもみんな飲んでるって。あ、聞きました。あれは、あの、うん、女の子通用。あ、そうなんだ。青は女の子通用で、赤は更年期。そうなんだ。おばす、私は別に全然通ないから、いらないわ。イライラしたりもしない？そんなにしないかな。イライラないです。なんか無機物の動作が遅い時以外はそんなにイライラしない。何無機物の動作が遅いって。なんていうの、なんか人間のミスはそこまでイライラしないんだけど、うん、なんか改札パソコン突然重くなったとかの方がめちゃくちゃイライラする。あーそっちの方がどうにもできないと思う。そう、どうにもできないから。あー、なるほどね。人は伸びしろがあるじゃないですか。うんうん。あと私も別に大体のことを失敗してるタイプだから、言ってるほどは分かるとしか思えない。機械もだってボロくなるから。まあね、そうなんだよね。そういう時は命の母、うん、まあでもそんなにはないけど。いや、必要ないね。そんなにイライラしないな。二言だよ。早かったらもう更年期来るって言うもんね。そうだね、若年性ってやつ。やだな、イライラしたら。やだね。あとめまいもするみたいよ。あ、そうなんだ。うん、めまいはね、カーって熱くなってファーみたいなさ。へえ。めまいは結構日常的にするからわかんない。それが低くなんだよ。そうなんだ。ほてってクラクラするみたいな。ほてりはしないんだけど。思い出した、さっきのメロディーは50の恵みだった。何50の恵みって。分かんない、多分 CM 見て耳にこびりついたけど何なのか分かってない。これ海外の人が見たらどう思うのなんて。見ないでしょ。見ないよ。見ても何も分からんやん。あ、グルコサミン、グルコサミンじゃない。グルコサミン、グルグルグル、あ、グルグルコサミン。みんな命の飲もうとしてる。男やろ。買うとき痛みあるの。なんかイライラ、変な気持ち悪い男だと思うんです。生理痛にって書いてるのつって書いてたらやべやべってなる。痛の重い方は大変よね。私もあんま重くなくてさ、うん、あんま重くないのもやばいんだって。そんな、あ、痛が、うん、なんかちゃんと機能してないから痛くないみたいな話が。いや、本来はないって言うよ、痛みが。ほとんどの人は痛いじゃん。なことない。あれは大抵骨盤が歪んでるとか、うん、なんかそういう自律神経がどのこのとかでなってるだけで、痛くない人は健康なの。でもほのり痛いんだけど骨盤やばい。じゃあ骨盤が原因だと。そうなんだ。本来はないらしいよ。骨盤が結構ひどいらしいんだけど分かんないんだよね。マッサージとか行かないの？マッサージは行くけど、なんかやっぱちょっと肩ばっかりやってもらって、この辺をつけてください、めちゃくちゃにしてくださいって言うと、わかりました、うおーってなって、よかったってなって。多分ここの痛みとかって腰から来てるから、腰をやらないと原因が解決できないというか、やるなら全体をやる方がいいかもしれない。うん、マジです。マジのやつ。マジにマジのやつ。マジのやつ。私もさ、ここが張ってるってはなんか、ここが逆になってて、うん、それをかばうためにこっちを使ってたりか、逆もしかりですけど。なるほど。こういうのって整骨院？意外と。でもなんかマジで治したいときはいろいろさ、電気とか、あ、針とかあるけど。私はもう、タイマッサージのおばちゃん喋るだけで治るからいいじゃん。最高じゃん。タイ古式は好きだね。へえ。タイ古式マッサージってちゃんとタイ古式マッサージなんだ。
うんうん、私ちょっとよく分かってなくてエッチな方だと思ってたでしょ、うん、エッチだと思ってた。カラってだってのはエッチなやつね。どういうこと？値段がこれ1回、うん、このエッチなマッサージと普通のマッサージの見分けがつかないことあるじゃん、うんうんうん、でどうやって見極めたらいいんですかって聞いたら、うん、値段にカラってついてると、うん、あ、ある意味のしろ。なるほどね。サービス無限大みたいな。何かしらがありますよ。感じで、例えば何分いくら、何分いくらみたいな感じは、うん、な場合が多いみたいな。なるほどね。確かにマッサージ屋さんってバッチリ書いてあるもんね。そうっていうのをあの、うん、田島のおじさんに聞いてる。そうなんだ。そっか、うん。みんなも見分けようね。見分けよう。でもなんかでもこの人は間違って言っちゃってもやってくれんのかね、おばさんとかお姉さんは、ね、どうなんだね。どういうつもりで来たのか分かんないから構えちゃう。どういうつもりって聞かれるかな。どうなのみたいな。ここまでのコースですか、それともこの下のやつめくりますか。めくりませんか。え、そんな一歩好きなこんなサービスがキャー、はい、それなかったですっつって殻がない方でみたいな。ない方でね。なんか男性はクイックにそういうサービスがあって、うんうん、ちょっと楽しそうだね。ね。なんかさ昔ニュースで見たけどさ、今日そっちの話で大丈夫？今さらだよね。なんか名古屋にオーナー向けのそういうのがあったけど、うん、閉店したっていうニュースを見たことがあって。あ、そうなんだ。やっぱ閉店するってことは。うん、まあ、流行んなくなるか、うん、まあ、難しい問題ではあるんで。そうなのか。大丈夫このテーマで。私もまあそこに新規参入していこうってわけじゃないからね。もちろんもちろん、うん、そういう授業をやっていた方がいいのかなっていう気持ちがあるわけではないから大丈夫です、ね、あ、そう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 、これこれ閉店した理由、男の人の体力不足。え、だ男の人はさ、うん、もうある意味さ女なんじゃん、女はないじゃん、なるほど、ね、っていうのが理由らしいよ。へえ。ってことはめちゃめちゃ流行ってたってことじゃん多分ね。すげえ需要はある。どっちかとさ何においてもさ女が金払う方経済もあるじゃん、うん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 、だから多分うまくいってたゆえに閉店したんだっけ、うん、切ない。へえ。私もなんていうかもっと奔放だったら行きたいね。そういう奔放だったらね、棒になりたい。いや、いいんじゃない、奔放じゃなくてうん、そう、若いうちに奔放、奔放期奔放しなかったからさ、うん、もったいないことしたよなと思います。まあもうね、奔放のタイミング逃して、この40代くらいからちょっと体が奔放になってくる言うじゃん。ああ、女は売れちゃってすごい、女ってすごいな。40代に向けて奔放コンディションを変えていけば。ホント、でもすーちゃん40になっても同じコンディションな顔感じする顔か、顔なんか増えてないじゃん全然。やっぱ気持ちがさ、奔放になれるか出ないかは、うん、自分が小心者かどうかの話だと思ってる。そうね、そうね、ちょっとどこかチキンだから踏み出せないので、未来を見ちゃってるよね、過去とか。このあとどうなるのかなみたいな。だってさ、奔放になった後にめちゃくちゃ潔癖症のさ、うん、王子様と出会ってさ、結婚するってなって、奔放がさ、うん、理由で付き合ってもらえなかったら嫌じゃん。なるほどね。っていう気持ちで私は生きてる。あ、私はそこまでは思わないっていうか、うん、実際奔放な人って言うじゃん、うんうん、女子、はいはい、でも別に全然マイナスにしてない人の方が多いから、奔放の方がサクッといい感じに結婚するよね。そう、それもあるしね。それ見てると、だから失いもの全然ないんじゃないって思うんだけど、何を構えてるんだって思うんだけど、なかなか慣れないし機会がない。奔放チャンスみたいなのが向いてないよ。向いてない、そうね、うん、まず奔放チャンスが来ないし、奔放チャンスないし、あったとしても怖くて無理だね。何があるか分かんない人生。なるほどね。逆に手堅く言っていきたい。手堅く、うん、なるほど。難しい問題だ。ちょっと待って、コメントどうなった、大丈夫かな。人種が違うんや。
今日も大丈夫な放送かな。めっちゃ奔放って言ってる。あれ、なんかコメント読めなくなったかも。あ、止まったのか。なんかわかんないけど、なんかあのなんかミリッチギャグみたいなやつ全然わからん、ごめんな。あれ、コメント新しいの見えなくなっちゃった。ダメだ。マッサージの店は男でもその手のサービスを応えることができますよって終わって。へー、あ、てか そのつもりじゃなくてさ、あー、いきなり来た、うん、できこれはね、申しのうちの子には見せれない、ごめんね。そうで、もともとこのラジオは全然中高生対象にしない で、ね、放送してるんだけど、はい、たまに間違って女性が見てるから、その場合はあの親御さんが止めてください。そうですね、すいません。だから本当深夜のラジオだって。でも私中学の時深夜のラジオめっちゃ聞いてたの。聞いてたし、 みんな風俗の話してた。なんならなんならなんなら話してた。ホッポーチャンスってみんな言ってる。ちょっとじゃあ2017はホッポーチャンスだね。タヌピョ2017もう終わるよ。だけど休んでたじゃん。から、まあ、名言名言、あ、名言よくあるじゃん。やばいよ、やばいよ。今年の一言、ポットフリー東京に次ぐ、ね、ホッポーチャンス。高校生出ます。高校生はこういうの大好きだから大丈夫。そうよね、男子高校生なんてそりゃもう、うん、山のてっぺんみたいなところあるじゃん。山のてっぺんですね、うん、深くはいらないと。違うんだよ、ちょっと男子高校生には詳しいから、そのなんていうか、男子高校生に詳しいのやめてっていいですか。どうしても二次元の推しが男子高校生が多いから、そう、ね、男子高校生って実際どうなのかなって思うと、生態を調べるよね。正直さ、ヤフー知恵袋がセキララすぎるんだよね。なるほど。すごい、もうすごくて、ああ、だからマジの、うん、その男の子の悩みとか見てる方がちょっとピクショの小説よりたまるかもみたいな時がある。なんか、いえ、あの、言いたいけどやばい。やめとこ。もう素人ものというか。あ、なるほどね。これが素人ものっていう感覚。なんだこれ。待って、こう今日ちょっといつもより大人の話題が多い。そうね。年末ですし。あのね、うん。もっとなんか切り替えていこう。もうそういうことだと思うよ。うん、なるほどね。仕事かドリームでやってるものより。うん、純粋なマジのやつみたい。誰から作ったフィクションでもなければ、はいはい、なるほどね。踏み入れちゃったんですね。いいんですよね。まあ、あんまり深くはやめときけど、ワンピで言われても。すいませんね、モテコーデで言われても。モテたいわ。年末を何だと思ってるんだって怒られよ。なんか話題を変えるか。そうだね。最近さ、新幹線乗るときさ、うん、一番いい寝方がどれなのかをいろいろ試したんだけど、はいはい、私は机を出してそこでこうやって寝るのが一番良かったの。きしまない机が、うん、分かんない。私の上半身が重いの。私は全然やっぱこのこうやって寝るっていうのは、うん、もうしょっちゅうこうで分かるできたから、うん、全然なんか馴染むんだ。首だけこうやってうーんって寝てるよりも全然いいの。おすすめあります。あ、私マフラーがあんま好きじゃなくて、うんうん、あれが好きなの、ズボってやつ。はいはい、なんつうんだ、スヌード、うん、スヌードって言うんだっけ、スネックウォーマー。そうそう、あ、ぬぬぬネックウォーマーぬえぬえクウォーマーぬえクウォーマーぬえクウォーマーをして、うん、よだれがつかないようにネックウォーマーにマスクをして、はいはいはい、ズモリと寝るのが。なるほどね。あのね、布団をこうやってる気持ちになる。なるほど、確かに布団この辺まで欲しい。でおすすめが GU のネックウォーマーがめっちゃ気持ちよいよ、うん、睡眠にぴったし。 GU 行こう。 GU の、うん、なんか中がファーで、うん、表が編んであるやつで、どっちもいけますね。あ、ファーとニット
リバーシブル買う。安い2000円以内だった。10安いよね。10安いよね。可愛いのに安い。なんでだろうね。なんでだろう。なんか大工が死ぬ思うとしんどいんじゃない。なんかね、死ぬ思いで縫ってたらきっとそうだよ。悪いよね。我々は買い支えることしかできないから。買うことはする。だからセールにならないように買うよ。そうだね、最初からセールみたいな値段。うん、全然買うよって。う、確かに、うん、おすすめよ。そう、そう、マスクはよだれを隠すものだよね。私はもうよだれ前提のタオルを持って行った方がいいなって思うとき、うんうん、あ、スヌードです。スヌードで合ってる。よだれ前提はマジ大事だよね。よだれ、うん、なんかさ、これほんとまた汚い話で申し訳ないんだけどさ、うんうん、よだれをもう前提の、うん、例えば10時間飛行機あるとする、はいはい、私はもうマスクにちょっとティッシュを折って置いておく、うん、あ、すごい。置いといてよだれをダラダラ流して捨てるの。もうそれ。なるほどね。また折ってダラダラよだれを出して捨てる。すごいな。私はな、高校の時とかもそうだったんだけど、うん、普通はこうやって寝るじゃん、みんな、うん、でももう私はよだれが嫌だからこうやって寝てたの。あ、よだれが取れないのにね。上に向けて、でも先生にものすごい寝顔アピールしてたから、なんでよ、こいつ思いっきり寝てるみたいな。これやってないじゃん。まあそうだね。なんかね、こうなんか、はいはい、なんか少しの上に向くようにしてた。そんなにさ、寝なくてよかったよね、別に。へえ、だいたい寝てたの。そっか、なんであんな寝てたんだろう、うん、不思議だよ。でもやっぱ高校の偏差値がめちゃくちゃ低かったから、うん、ほんのちょっとやる気出すだけでなんかすげえ順位上がった。この学校長だぞって。やればよかった。私さ、よだれさ、歯が出てるから垂れると思う。うん、閉じれないのよ、一応うまく。確かに、ちょっとハマってんだよね、前。どうやったら閉じれるのかね。うんうん、年のせいか、よだれが出ない、うん、乾燥してんだ。よだれなくて口の中カッパカッパ。え、そうなんだ。そんなにお水飲みな。よだれ出しな。よだれ出さない対策をしないところが好きです。いや、出るものは出のよね。難しいよね。そうなんですよ。新幹線でのリサチの寝姿がすごいらしい。そうなんだ。え、知らない。え、どこじゃ。気になる。私結構隣なんだけど。ちょっとぶっ込みだけなの気になる。嘘。気になるな。普通に寝てない。違うのかな。二人とも寝てるから見てないだろうか。新幹線にさ、戻るんだけどさ、うん、新幹線窓際の席にさ、うん、ちょっとなんかって出せる、うんうん、上着かけね、ワイパーテーブルみたいなの使ったことないけど、うん、この間窓際に座ってたら、うん、隣になんかマダムがいたの。よろしいかしらみたいな、うん、あ、大丈夫ですって言ったら、そう、上着かけ、そう、私、テーブルが私だった。窓ね、ここなんかもう、ザッって言って、上着、ザッかけてきて、多分ここ上着よ。上着もーんってなってて、えぇ、ー、みたいな。カバンじゃない、机で寝られないじゃん。で、だから無理やり机で寝たけど、もう寝たけど、なんかもーんってなって、くそーって思って、なんか、ちょっと畜生っていう気持ちで。あれはさ、なんか思うんだけどさ、うん、あそこにあるコンセントとさ、引っ掛けはさ、うんうん、窓を早く取った人の特権じゃないの。なんかでもそれに文句言う人いるんでしょ。なんでだって言って。充電できねえんだみたいな。同じお金なのにみたいな。そういうことかな。そういえば延長を持ってきたらいいんだよ。確かに、うん、そうだね。延長を常にこれぐらいの延長を持ってって差して、うんね、ここにお願いします。確かにね、うん、てかさ、ついてるだけでもうすごくない、うん、あれ、リサはギリシャ彫像のような寝相みたいな証言を、うん、これはあの新幹線じゃないからね。なるほど。あの家とかだから。死んだように寝る選手権。私結構死んだように寝てるらしいんですけどね。よくわかんないけど。死んだように、いや、私が言ってたの寝相は多分家じゃない。
家かな。へそがいいのか分かんないけど、うん、足枕が好きなんだけど、うんうん、朝のとなくなってんだよね、うんうん、なんでかないや私もうまざまざと分かりましたけど、いやそれでね、はい、普通に枕を置いて足を置くんじゃダメだと思って、うん、そベッドカバーあるじゃん、うんうんうん、シーツでカバーみたいな、うんうんうん、でカバーの下にスイッチした、ぼっこりさせて、そうそうそう、もともとそれでもダメなんだよね。それでもなんか蹴ってんの、ジリジリした。だからさ、あれじゃない、シーツ、あのシーツどういうシーツ、ボックスシーツ、ボックスシーツの上にあの四角い、なんていうの、普通のシーツというかカバーみたいなのを載せてる、うんうん、ボックスシーツの中で、ボックスシーツの中厳しくないもともとがドボンパンってなって、いやもう結構パンパンよ今の時点でぴったりだから、でちょっと大きめのボックスシーツにするしかないね。リサガチ勢が、すげえすげえ、リサちゃんの新幹線の寝相って昔のボゾくんのツイート、そうなの、やっぱ小説さん見てんな。ホテルの持ち帰りスリッパ便利、え、どれの話どれどれ、あ、それを飛行機持ってくってこと、どれだやばい、さっきのまだの話で、うん、そういう時こそ余大ですよやばい、どうやって言ってんの、上着に対してダメ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 、それ慰謝料とかになってたらめんどくさいじゃんね、マダムまずすげえ当然のようにかけてたの結構びっくりしたの、本当すごいなって思った、そういうのって一番ドキドキしちゃうけどね、でも、うん、もうマダムだから、うん、怖いものないのよ、そうなのね、もうほとんど手に入れるもんね、うん、なんか貼っとくんじゃん、もう貼っとこう、テープ私がかけとけばよかったの、ね、そうね、ね、私自分のでも邪魔だもん、そっちもかけないで膝にかけたり丸めて上に置いちゃう、うんうんうん、分かる分かる、なかなかね、それはありますね、なんかも悩みとか解決しなくなっちゃったね、悩みある人、そうですね、悩みがある人はしれっとコメントに出してください、悩み前にカッコ悩みってつけて、あ、なるほど、ね、あの強いやつ、強い格好、強い格好で、あのキューボーみたいな格好重要みたいな、うんうん、それで変身みたいな、そうそうそれでやってやって、でかいやつ、確かにそんなマダム指定で窓が、確かにグリーン乗りなよ、なんでだ、グリーンだったらもうで、ね、かけんのも、うん、充電も自由自在じゃん、もうなんか都マダムっていうくさ、マダムだった時の服があるからマッシュ出てるけど、もう金持ちの夫に捨てられ慰謝料も知り取れずみたいなことかもしれない、そう思うと切ない、切ねえな、それだったらしょうがない、それだったら上着をかけてもダメです、許さない、うんうん、これ送るわ私今、よいしょ、普通だ、あ、普通ともある、悩み、ネムさんに会うと誰だっけって顔をされないようにしたいです、どうやったら印象を残せますか、名札、そうそうだ、誰だっけって誰今まさに誰になっていや、これか、みんなカッコしかカッコしかしてくれない、これこれ、間違えて Amazon プライム無料会員になってしまったのですが、どういうものなのか詳細が分からず困っています、プライムは何ができるのか、プライムビデオが見れたりプライムミュージックが聴けたり、なんかプライムって言ってあるのを Amazon で買うと早く届いたり、すごい早いよ、でもこれ無料なの多分何ヶ月かとかだから、うん、ぼんやりしてると、そうそうそう、取られるぞ、いつの間にか年間3900円とか取られてるから、
なんか年間より高い気がするけどさ、うん、そんなもんなのかな。私はもうそれを上回る利用頻度だから全然いいんだけど。そうなんだよね。しかもプライムって送料無料じゃん。かわいそう。アマゾン聞け、ここに聞くな。やべえ、答えるよ答えるよ。答えちゃった。なるほどね、一部 Kindle 婚活がことごとく失敗してしまう。我々も成功しないからアドバイスが。そうですね、してれば言えるんですが、です、ね、あのタヌピオに婚活と就職の話をしても経験がありません。婚活か、でも焦るとさ、焦りが伝わっちゃうんじゃない、うん、したい、しなければみたいなオーラが出ちゃうんじゃない。婚活ってさ、具体的にさ、婚活パーティーとかに行ってるのかな。このでも結構あるんでしょ、なんか、なんだっけ、今アプリでさ、マッチングアプリっていうの、うんうん、とかで出会って彼氏ができたとか。友達めちゃめちゃできてるよ。すごいよね、うん、めちゃめちゃって今2人だと思った。十分十分。2人いれば十分。すごいよね。じゃあマッチングアプリで次は、うん、マッチングアプリのシュッシュってやるやつやってみましょう。単位を落としそうです。まあ、まあ、落ちるよね単位はね。落とさないと落とした経験も出ない。もうちょっとさ、長く書けないの悩み。悩み、冬の痩せそうな食べ物。私もそれ見て、これさ、よくみりーちゃんが言ってるんだけど、うん、みりーちゃんこの時期は鍋しか食べてないって言ってて。そうだね、鍋は。ほうれん草じゃないわ、白菜となんか豚肉となんか小松菜とかをビャーって煮てビャーって食べるって言ってて、痩せるっぽいですよ。そうだね、炭水化物あんま食べない、うん、私も最近おなじみだけど鍋うまい。鍋うまい。あとね、なんかね、なんかツイッターで回ってきた、うん、豆腐に豆乳をかけて、うん、白だしをちょっと入れて、チーズをのせて、胡椒を振ってレンジでチンみたいなやつ。めちゃくちゃ美味しそう。が美味しいし、糖質が低いからよく食べますっていうツイートがなんか何万リツイートとかされてるのを見て、今日やりましたけど美味しかったです。なんかさ、豆腐を入れるとさ、その出来たて感出て美味しいよね。あ、でもそう、今日は牛乳でやっちゃった。豆乳ないから。牛乳だと糖質あるのでも。まあでも、ほとんど豆腐だから。うんうん。お豆腐食べよう。これいいよ。あれ、ない。これいいよ。あれ、どこ行っちゃった。これ、好きな人にドンキーさん。好きな人に告白したいんですが、付き合うのはなんか違うなという感じです。どうしたらいいんですか。どうしたらね、どうしたらいいんだ。言わなくていいよじゃあね。うん。普通になんかそういうとこいいと思うよぐらいで止めとけばいいんじゃない。ね、ない。好きだけど付き合うってわけじゃないってねえ。やばい、離婚した嫁さんの妹からで終わってる悩み。なに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 、続き、早く続きして、続きして、続きをくれ、続きして。連載、連載じゃないの、連載、連載の悩み、どこ連続ツイッチ小説よ、きくーさん連載続けて、待ってます。待ってるよ。うん。チーズをせるのはずるすぎるよ。ずるいの。チーズ美味しいじゃない。やばい、続きを読みたいときはここメールが、め、続きだ。メールが来たんだけど、うんうん、早く。ここで待ってんの。本当に、本当だ、マジで早くして。本当に連続ツイッチ説じゃん、ときくーさん。けど早く、全然買ってくない。寒くて朝起きれなくて一元落としそうです。私は一元落としたことしかないから
大丈夫じゃない。私も卒業時に2単位足りなくて1週間遅れて卒業したんで何も言えないです、ね、私は一元はほとんど行ったことなかったですね。そのうち大学も行かなくなってしまいました。どうしたらいいか悩んでます。何が何がどういうメールなのよ。鉛筆になんか適当に書いて転がして決めて。え、どういうメールが来たの。あ、メールの話。うん、メールがどういう、え、どういうメールが来たん。何、迫れてんの。離婚した嫁の妹 に付き合ってほしいみたいな。離婚した嫁の妹からメールが、どうしたらいいか悩んでる。どうなんだ、気になるよ。もうちょっと詳細ください。次回作に期待。ほんまや。来年3月から農家になります。お二人が好きな野菜は何ですか。しそ。野菜か。え、しそね、作ったらボンボコボンボコになるらしいからね。あ、そうなんだ。あと、じゃあ、みょうが。みょうがもね、一回できるとボコボコできる。詳しいね。割と好きな野菜多いなぁ。なんだろう、ね、一つに絞れ、ピーマンかなぁ。なんかね、その休んでる時に、うんうん、なんかほとんど横になってるから絶対ボケるなと思って、うん、料理をしたら脳に良さそうと思って。引退したおじさんだから。本当におじさん、60で引退したおじさんのやつ。そのボケ防止に料理をしてたんだけど、ひき肉をいじるのが一番楽しくて、はいはいはい、ひき肉って大体ピーマンとセットになってて、まあ、詰めたり、それでピーマン結構好きになっちゃったもんね。あー、ピーマン美味しいよね。でもね、ピーマンあれじゃん、年間通して売ってるから1年中くれて、うんうん、いいんじゃない。なるほどね。あの時期物の方がガッと儲かったりするのかな。分かるな。私草系が基本好きなのよね。みょうが、しそ、パクチー、あと野菜で好きなのはほうれん草かな。ほうれん草草だな。ほうれん草も草だ。ほうれん草好きね。あとじゃがいも。わかる、じゃがいももいいね。じゃがいもが一番好き。野菜なんだろうな。やっぱ需要が高いもんね。あ、春菊好き。春菊ね。なんだろう。モロヘイヤも好き。モロヘイヤは花が好き。ナス。あ、いいね。あとなんだっけ、ナスっぽい、ナスじゃない、緑の栗の。ギニ？それおじいちゃん。いや、ダメなのかな。もっと料理しないとダメなのかな。なんかすごい話来たよ。何男子高校生と最近仲良くなったのですが、追試になりまくって勉強してほしいけど、だからここが謎。なんで勉強してほしい。何回も言うとうざがられそうだし、何と言ったら勉強する気になってくるでしょうか。23男。なんだろうね、何かご褒美があると思うんだよね。別にエッチな意味じゃない。普通に言ったのに。だってちょっとご褒美なんて何以外なのか。まあそうだよね。この中にちょっと男子高校生に対する気持ちとかがあんまり入ってなかったら、うん、確かにそういうことじゃないのかなって思って、うんうん、でもご褒美あっても燃えないタイプと燃えるタイプがいるからな、うんうん、男子高生で釣るのずるいぞ。みんなタクピアで読まれるには男子高生と男子高校生関連の。ひどい。あ、続きたって。お、どこどこよ。もうなんかどこよ。約5年ぶりで元気ですか、また連絡くださいってそこで終わってる。なんでそんな、なんで続けんのよ。もうよきくさんだけ太字になるようにくれる。よきくだけまとめてみないかな。よきくのこうフォルダに詳細を見るとかでいいの。さすがにコメントまでは見れないか。みんな続編来たと。続編どこよ。みんな楽しみにしてんじゃん。で、見つけられとらんよ。ゆきくさんオレンジ色だっけ。オレンジだった。見つけられない。ピーマンのタレは取らなくていいと言いますが、いや、しかしとなりません。あ、取らなくていいの。取るよ。取ってたな。取るときにさ、
一緒にさ、その内側の白い柔らかいところもさ、うん、結構持ってっちゃうじゃん、うんうん、これはもったいないのかな、どうなのかなって思うことはある、うんうんうん、でも異物っていうイメージがあるよ。異物、そっか。ピーマン取り続けてきたし、うん、調理所でも取ったしなるほどね、うん、じゃがいもも最高。男子高生はなんかニヤニヤ、はよ寝よ男子高生ははよ寝なさい。男子高校生です。受験勉強がうまく続きません。どうしたらいいでしょう。この番組を見てる場合じゃない。早く寝ろ睡眠から。そうね、男子高生さ大好きなのにさ、うん、リアルにいると 寝させる。寝ろそんなの見てる場合じゃないマジ早寝早起きしよう。ツイッチ小説途中で課金になるのでは。マジかそうだクソクソ。ツイッターのアイコンは覚えているものですか、うんうん、気づいことがあって変えようか悩んでるんですけど、もし覚えてるものだったらやめとこうかななんて思ってます。私はね全然変えないの。ずっと同じだね、うん、私はたまに変えるけど、今年はでも1年ぐらい同じだったな、うんうん、私はなんとなくずっと決めたやつにしてて、覚えてるし、ツイそのアイコンで覚えてるパターンが多いです。だから名札をつけてきてってよく言うんですけど、ファンの方に。そしたら一致しやすいからって、リプとかも、うん、だから名札にもアイコンつけてきてもらったりするけど、変えるだったらこの前これでしたとかを、俺なんかネムアトルメルマンガとかにくれると、うんうん、私は覚えやすいけど、他の人に対してどうだろう。まあね、アイコン変えたぐらいでいいんじゃないかな。そのアイドルに対しての認知とかだったら一本欲しいタイプ、まあ、でもまあ変えたいなら変えちゃっていいと思うな。なんかしばらく変えなくていいようなお気に入りのアイコン探してそれにしちゃうみたいな、うんうん、最近ネムさんにインスタでブロックされました。したかもしれないマジインスタでブロックあるんだ。インスタブロックある。てかなんか広告とかをバンバンブロックしてる。あーなるほどね、うんうん、じゃあ広告だと思ってブロックしちゃったなんか一列これ流れでしたかもしれない。来年から勉強、40過ぎで大学、ワンしかありません。そうなんだ、かっこいい。でもうちの弟はもう50ぐらいで大学もう行ってましたよ。全然大丈夫じゃないですかね、わかんないけど。でもなんかずっとその 勉強したいというか、うん、なんか学びのモチベーションある人かっこいいから頑張ってほしい。うんうんうん。あ、ヤショウさんの息子高一なんだ。へえ、すごいな、もう高一になったのか。ねえ、びっくりだね。あ、いいな。お、男子高校生、ちょっと待って、悩みじゃなくて男子高校生の格好ができた。男子高校生っていうか、これを使っていこう。これを使っていってくれ。男子高校生は男子高校生。そしたら男子高校生来ちゃうじゃん。だだ。このコンテンツが勉強のモチベーションになってたって、本当にごめんね、しょっぱなエッチな話ばっかしてな、うんうん、なんかさ、あいつは勉強がうめえなみたいな人の真似したりとかさ、うんうん、わかんないけど、あ、わかるな。賢い子とやっぱ仲良くなると勉強する気になる、うん、ちょっとうまく自分を追い詰めれば、うんうん、私あの神々にも一回出てくれたかなちゃんって友達がいるんだけど、うんうん、今フランスにいてずっと美大行ってるんだけど、その子が学年1だと、その子と一緒にいたから、うん、結構勉強したかも。分かんないとこすぐ聞けるし。なるほどね、うん、私はまあずっとずっとまあ全体的にほとんどみんな低いから偏差値が私も全く焦ることなかったんだけどなんか受験の時にちょっと上げといた方がまあいいよって言われて、さすがにそうかと思って、うんうんうん、でも英語の先生が嫌いすぎて英語だけはちょっと放り投げた感じだったけど、だよね、先生でなんか決めちゃうよね。でもね、1回だけ学年5位だったんだよね。お、すごいじゃん。ちょっと本気出せば1位だったじゃん。じゃあ、いや、1位の子はマジでずっと1位だったの。私寮に入るけど、寮の一緒の子で、うん、駅伝部で、うん、で、なんか常に朝から走ってんのにいつ勉強してんだって感じなんだけど、なんかずっと1位で陸上部じゃなくて駅伝部なの。駅伝部すごいね。駅伝部があったんだよね、うん、
面白い。陸上も別にあったのかな。でさ、普通科なんだけど、うんうん、特進、特別進学クラス、特進科もあるんだけど、多分特進よりその子の方が順位、うんうん、順位というか成績良くて、うんうん、すごかったな。でもそういうかっこいいよね、特進じゃないのに。ちょっと男子校の保健医っていうのがあるぞ。男子校の保健医、これも食いつくかな。笑って言われてと。ちょっとなんかいろんなことがあったらぜひ教えてください。この人の詳細を見てみよう。分かんない、何しか分からんかった。食いつくよ。だし味噌汁もいい。24歳男性いいな。私は、ね、30代男性がいいかな。元男子高校生いいね。30-40代男子校に通ってました。いいね、すごくいいです。やばいな、めっちゃ楽しくなってきた。この調子ですとちょっと毎週楽しいかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。リビデちゃん入学学年入りだったんだって。すっげえ、マジかよ。そんな顔してる。して、まあ、ひどい。なんかさ、教室でさ、結構さ、うん、歴史とか寝るのうまそうなイメージあるよ、リビデは。そうだね、うん、練り消しのにうまい下手がある。大学出身でよかった、うん、あ、よきくーさん来たよ。あ、新しい電話番号とか書いてて、暇なら電話かメールくださいって、嫌なら放置してってことで悩んでます。遅くなりすいません。なるほど。でも何だろうね、ちょっと怖い、ちょっと怖いよ。やめとき、分からんけど、なんか別れた奥さん妹で絶対何か振られるよね、うん、なんか話したいことがあるから、ちょっと奥さんのことどう思ってるからね。いやでもさ、例えばさ、いい感じで別れたとしてもさ、自分の妹と連絡取られてたら嫌じゃない？いやだから逆に、うん、奥さんの元奥さんのことで何か相談したいから妹がコンタクト取りに来てんじゃないの。そうか、うん、でも分かんない。だからなんか疲れても元奥さんもう一回話してもいい気持ちがほんのりあるなら話ぐらいは聞いてもいいかもしれないけど、いやもう縁切れてますし大丈夫ですってことだったら、うん、まあちょっとそれはすいませんでいいんじゃないかな。でもさ、新しいメールアドってことはどういうことだ。でも昔のだと通じないからこっちに、うん、あ、オーセルさんが普通に色関係では絶対やめた方が絶対やめた方が。男子高校行ってるけど教員全員男で地獄最高じゃん。最高じゃん。何が悪い。何がいけないんだよ。メリットがなさそうよね。やめた方がいい。単純に声も耐えてる。怖そう。別れたやめ関係はやめておけ。経験者。姉と結婚して離婚後、その妹と再婚した知り合いがいますが絶縁状態だそうです。やっぱねー、やめといたら。わかんないけどさ、みんなやめといたらって言うて。やめといたら。男子工業高校出身ですがいいでしょうか。いいですよ。いいです。いいでしょうかって何。いいに決まってるよ。みんながどこから来たっていいんだよ。連絡したらチューンカードを買ってきてっていうやつでは。やばい。共学だけど9割男子の工業高校。女いるからな。工業高校ちょっと行ってみたかったね。絶対パッとしなくてもさ、ちょっとは持てるじゃん。でもめっちゃ私勘違いしちゃいそうだから行かんでよかった。私はもうこれしかメスがいないんだから我慢してくれやって感じで堂々と言ったって。それ本当チャンスじゃない。本当チャンスだ。なんかさ、ここで女子校に入ったことはさ、バカ大間違い。やっぱね、タヌピオのね、一番の重罪は、ね、二人ともね、女子校だっていう。いや、女子校って意外とね、硬くなってしまうんですよ。本当チャンスを逃し続けて、ね、この年になってしまうんですよ。いや、本当な子もいたけどね。本当な子もいたわ、うん、なんかヴィトンのカートとか持ってる子は本邦だって。なるほどね、うん、うち族の頭と付き合ってるからっていう子がいて、喋り方かわいい。すっげーかわいい子なの。喋り方かわいい。声がめちゃくちゃかわいくて、その子族の頭付き合ってるから。でもある日その子がすげーなんかめっちゃ顔に青あざみたいなの作ってきた時に、あ、マジで族の頭と付き合ってるんだって思った。かわいそう。ぐるりぐるり、やめなよって思った。やだ、そんな喋り方かわいいのに。かわいいよね。田舎だったしさ、
うん、パラリラパラリラみたいな声たら、うん、彼氏かもしれんってちょっと確かにそれでも最近なかなか見ないよね。えでもさ行けてるさ親はさ、うん、女に手あげへんやろ。まあそう思いたい。だからそれをキャットファイトじゃない。痛そうだったよ。なんか思い出せないけどすごい痛そうって思ったんだけど。怖いよ。私はちょっとさヤンキー憧れがあるから、ヤンキーはそんなに手あげへんのやって思ってるけど、ね、もうなんかなわけないのかな。美学を持ったヤンキーの方が好きだけど、うんうん、お農家の悩み、なんか悩み農家ってるけど、ところで30代の農家オスはどう思いますか。恋愛的な意味で出会いがおじいちゃんおばあちゃんしかないので困ってます。やっぱ出会いに行かないと、うん、お仕事の中ではおじいちゃんおばあちゃんしかってことかな、うんうん、でもそのおじいちゃんおばあちゃんと亡くなったら、うん、田舎に帰ってくるめっちゃ可愛い孫みたいな田舎ねいたらいいけどね。どうなんだろうね、うんうんうん、でやっぱ町婚じゃない、村婚町婚あね、やっぱ同じその近場に住んでるんだったら感性が近そうだから、うん、やっぱ農業大学の子と合コンする。ああいいね。偏見ないっていうかさ、うんうん、朝から起きて畑でとかでさ、うん、眠いみたいな子じゃなくて、うんうん、あ私はあの白菜を研究しててとかだったらすごい話が合いそうじゃない。楽しそうだし、うんうん、じゃあ農業大学女子との合コンをセッティングしてください。ズバッと解決。どうやってするんだろう。女子校ならではの女子同士の奔放はないのですか。奔放クエスト。なんだそのさ、学校使いだから新しいコーナーがいっぱいできてる。なんだろう、ハガキ職人が面白いな。うちは全員男が好きな女子校だったな。わ全員とは言わないけど9.9 割は男が恋愛対象だったっぽいけど、私は身近にいたけどね、うんうん、カップルが、うんうん、えカップルいたんだ、すごい、うん、でも隠してるつもりっぽくて、はいはい、いや全然隠れてねえよみたいな。隠すならもっとうまくやってくれみたいな。なんで2人の交換日記ここに置いちゃうんだみたいな、なんかそういうかわいい。そういう感じだったんだけど、結局片方に彼氏ができて、うんうん、でもう片方の子めちゃめちゃ鬱みたいになっててかわいそうな感じ。じゃあ男もいけるタイプだったのね。そうね、バイだったね。かわいそう。私は逆にそう、もしいたとしても周りなかったのかなかったな。先輩素敵とかもなかったな。みんな、うん、みんな、うん、バンドビジュアル系か、うんうん、芸人吉本か、はいはい、あと関西ジャニーズか、うん、海外のバックストリートボーイズか、どれかですけど。なんで海外枠がバックストリートボーイズだけなの。あまりないの。あとあったと思うけど、ね、私の、あの、アイコっていう友達がバックストリートボーイズが大好きで、バックストリートボーイズと個人の、うん、あの、吉今監督っぽい方、そうなんだ、吉野さん、うんうんうん、好きでっていう印象があったから。私はあのドイツのカーンが好きです。ゴールキーサッカー、私なんか押してたかな。カーンが乗るゴーのスポーツチームを買ってた。私高校の時は結構真面目に部活やってたから、あんま何も押しとかなかったかも。私は吉本が好きだったんで見に行ってましたけど、うん、中1で行き始めて中1の終わりぐらいに辞めるという。早くない？1から1なの？なんかね、結構そういう界隈が怖かったのよ、ね、高校生がイケイケだったから。あそうだよね、中1でよく行ったの。あでも今行ってた大阪だからね、まあ、近いからね、うん、劇場出るか。そうそうそう、はい、うん、で女、あでも宝塚も好きな子いたから、うん、そっちの子はそういう子がいたからね。あそうだよね、宝塚もバンドと芸人さんとスポーツと海外吉川素直と夢見ねむ奔放ラジオ。え違う違う、正しい正しい。
大学生から研究が忙しい上に彼女に振られました。新しい出会いのチャンスです。フラグが立ったんだよ次の。彼女に どこに彼女振られた人いんの？上の方に。あ、ロッサラボーです。アスパラ作ってんの？ねえ、アスパラ好き。アスパラ好きだ。アスパラ大好き。アスパラ、ね、アスパラ大好き。アスパラいいよ。なんか今ちょっと宣伝もあるんですけど、うんうん、本の本っていう本を発売してて、はいはい、そこでジャンプの編集さんにお話聞いてるんですけど、うんうん、サイキックスオの何の編集さんで、その方がアスパラを研究してたの。へえ、そうなんだ。でそれ聞いた瞬間に私が抱いてるアスパラに対しての悩みを全部言ったの。そんなあるの？アスパラって本当におしっこかくなるんですかって。そうなの、知らなかった。聞いたら、あ、なりますね。なんで？そういう結果出てますね。そうなんだ。アスパラ、なんたら好きだけど、そんなにめちゃくちゃ食べてるわけじゃなくて。アスパラ食べると美味しく臭くなるって。本当ですかって。本当だって言ってて、アスパラ、グリーンアスパラに土をかけると本当にホワイトアスパラになるんですかって聞いたら、うんうん、なりますって言ってて、全部解決したって。本の話聞けやっていう。ないんです、確かに。クソの話聞いてください。なんやかんやで1時を過ぎました。ちょっと楽しくて終わり時間になっちゃいました。いやということで、カーンかっこよくない？昔のカーンだよ。今のカーンじゃないよ。アスパラギン酸。オリバー、あ、夢かよ。オリバーカーンが立ち食いそば食べてる夢見たこと。見たかった。アスパラは3年かかる。かっこよくない？男子校でも実際にカップルは存在します。そう、私も静かに見ときます。ファボとかできればいいのにな。卵も食べ過ぎると体臭が臭くなるそうです。4個まで出そうです。4個も食べなくない？1個にしといてる。卵めっちゃ好きだけど、私も多くて2個だな。だいたい1個だよね。食べていい。じゃあそろそろ終わりの時間ですね。うんうん、米農家ですか、いかがですか。おにぎり食べ放題ですよ。やったー。いいね。私アスパラ狩り行ったことあるよ。へえ。なんか高校の卒業旅行、卒業旅行じゃない、修学旅行が北海道だったんだけど、うんうん、選べて好きな野菜、うん、なんか好きな遊び、うん、を選べて、うんうん、私はアスパラ狩りした。いいね。すごい楽しかった。いい、北海道とか沖縄行きたかったな、修学旅行。うんうん、あ、田所仁とカンどっちが好き？田所仁です。カン破れる。仁くん、じゃあそろそろ終わりなんで、はいはい、何かお知らせなど、今週末、末でもない16日に聖なるディアステージという星ほじるしディアステージシリーズのクリスマスバージョンがあります。多分まだチケットがありますので、ぜひ遊びに来てほしいです。私はミキチュとユフちゃんと3人でニットを組んで曲を歌いたいと思います。うんうん、さっきそれの小道具を作ってきました。お、楽しそう。お洋服もお揃いにしちゃいます。いいね。ぜひその一夜限りですので遊びに来てほしいです。うん、さっきちょろっと言いました、うん、本の本という本が発売中です。新潮社さんから出ております。うん、私が出版業界の皆さんに取材をしたルポーな記事となっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、私は、ツアーを今やっております。次は23日大阪、で明けて1月7日は東京でやります。 e パスでチケット発売中なのでよかったらチェックしてみてください。あと大阪の、プロデュースを手伝ってライブカフェバーエミューリボンの方に、24、25のクリスマスとあと31日カウントダウンイベント的なことをやるので、その辺でいいと思います。まあね、30大阪行く人多いと思うんで、ついでに一泊しちゃうという方はそのままよかったら年を越しに来てください。お待ちしてます。お願いします。よろしくお願いします。そんな感じかな。楽しかった。スイッチ楽しい。
カッコが、カッコが楽しかった。カッコすごい楽しかったね。よくわかんないけど、カッコが楽しかった。あ、チケット買ってる。ありがとう。そんな感じかな、うん、大阪チャンネルというアプリ、月額500円で別吉本時代の映像がいっぱい見える、マジで、すごいね。見たい見たい。なんかプロレスのやつみたいな。マジちょっとチェックします。ありがとう、エビ、エビさん、エビ。吉川祭り、吉川祭りもあります。1月8日私誕生日に毎年やっている吉川祭りという、まあ、なんですかね、 DJ さん中心の謎の祭りです。とにかく最初から最後までなんかずっと汗をかいて楽しい、そんな感じです。遊びに来てください。楽しそう、うん、てな感じですかね。楽しかったツイッチ、うん、楽しかった。過去の強さすごい。完全にモグラのスタンプある。モグラはもうバリバリだもんね。吉川祭りの時間を知りたい。あー、ね、多分ね3時から9時とか2時か9時とかなんかそのくらいの予定です。昼っていうの、昼からのスタートなので、はい。カワイアンテレビも吉本強いというか、私カワイアンテレビは出てます。カワイアンテレビ、あ、そう、あの全然あの私の喋った感じではファンの人が2人ぐらいしか見ないんですけど、うん、今カワイアン TV で、うんうん、あのココリコの田中さんと番組をやってます。おお、田中ネムの、うん、ひらめけ電気機というテレビをやってるんですけど、見てください、皆さん。ひらめけ電気機って結構あれな、あ、パロディータイプ、ううん、あのダメな大人が見る教育番組で、ハローケイスケさんとか、うん、まちゃまちゃさんとか、うんうんうん、あのさ、この前の収録はもう中学生さんが来てくれたりしてます。ぜひ、うん、見てください。だから吉本本社に行ってるんですよ、私。おお、もうなんか嬉しいですね。そうだね、大阪の吉本本社に私の乳首ドリルの写真が飾ってあるらしい。乳首ドリル、乳首ドリル知らない？知らない。え、乳首ドリル、どういうこと？ドリル砂ってやつ。あ、分かんなかった。吉、あの関心喜劇でやってる乳首ドリルっていう、あったかも、スッチーのやつがあるんですけど、それを去年のハロウィンだったかな、2年前の去年にやらせてもらって、それがすごいうまく決まったっていう。おお、やるなぁ。で、そうですよ、大阪在住時は新喜劇結構見てたはずなの、うんうんうん、お、あ、そうそう、毎回見てます。そう、あのね、あなたしか見てないんです。あ、そうなんだね、ありがとう。いつもありがとう。すごいな、逆に。そう、いつも見てくれてるなって思ってます。ありがとう。そのためだけにスカパオンデマンド、ありがとうございます。ココリコの田中さんが本当に人当たりのいいというか、うんうん、優しい方で、うん、深くも喋らず、うん、でも優しいという。最近はそのラーサルが多いんですかと言ってくれて、あの私がその、うん、スタッフさんにちょろちょろ喋ってると、それを聞いて、うん、そうなんですとか、大変ですね、たくさん動かれますね。優しい。で、ほんま30秒前です。だから、はーいって並んで、すごい優しくて、もともと好きでしたけど、すごいファンになりました。ぜひチェックしてください、うん、じゃあ、終わりです、はい、終わりましょう、うん、あ、でも、終わるボタン押す人いなくなっちゃった。あれ、おいおい、今日はカッコが楽しかった。じゃあね、ありがとう、ありがとう。かっこゲー、かっこゲーが楽しかった、かっこゲー面白かったです。じゃあそろそろ終わります。帰ってきた、帰ってきた。じゃあ今週末まで見てくれてありがとうございました。お相手は吉川すのと夢みねむでした。バイバーイ。